んかこれもう6突っ張りそうですよね。突っ張り先行もあるんでしょうか。そんな中後ろからまずは九州勢、まあ突っ張るでしょう。神奈川が動いてまいりましたが、これを確認している6番の南、さあここで7番の神奈川スピードを上げてやってまいりました、はい、ただ前で応戦して6番の南順、ここは金星が突っ張って、 あとは今度は3番の鳥取、鳥取が仕掛けてまいりました。二の矢を放って、あら3番の鳥取優吾、稲毛がもう切り替えて番手マーク、もう自力でいくよね。これそうっす、稲毛がもう切り替えるんで、はい、自力でまくってきてって感じか。鳥取が強いな。あらやばい、これは無理だ、これは無理だ。ただこれいや待って、1に4でいい、6はねえわ。いやー無理だ、外れた。いい伸びでした。鋭い差し足に期待が集まる岡本。突っ張りますね。はい、突っ張り、あざさだす。追走か。ライン両にらみ、尾崎。さあ、7番の先行争いやろな。が最強を牽制していきまして、最強は出直します。これ出させたら2なんですよ。手の位置になって、尾崎は中段から運んでいきます。7番の佐賀、よし。そう、出させちゃった2なんで、もうこれはね、突っ張らないといけないんですよ。やばい、ちょっとこのスピードがいいぞ。やばあと1、4しかなくね。あれ？2が無理。マジか。体勢の方は縦一列、やはり後ろが気になる。まずあれ6中段なんだ、これ展開逆かと思ったんですけど。6番の板垣はさあ気になるのはやはり岩本か。岩本はまだまだ6が中段でないですか。6番手の位置、さあここから行く板垣。まあでもそうですわな、でもそうなりますよね、まあ、展開的にはこうなるわな。4番の岩本俊介にはまだ動きはありません。いや岩本がねまくりでね1離れんじゃないかと思うんですよ。ただ4が来るとは限らないですけどね。勝負は残り1周回を切って、板垣がさあ逃走体制に入りました。番手まくりだろ。阿部拓磨が車間を切っている。あとは中段4番手から2番の阿部大輝、そして4番の岩本俊介が、1は離れてるね。いや離れてない、離れてないな。やべえ、来た。襲いかかって力見せました、4番の岩本俊介。あります、周回掲示は残り2周。あらやばい。まあそうですよね、引いても勝てますからね。まあそりゃそうだわ。打賞の周回に入っています。前で2番渡辺、1番増木が3番、まあ、引いても勝てるからね。5番の吉澤、3番諸橋といって打賞入って、前々から2番車の渡辺正也。いや渡辺、これは無理だ。飛びつきます。うん、まあでも増木は勝つんでいいんですけどね。まあでも増木さんが勝てれば問題ないでしょう。そうなんですよ、別にまあラインで決める人ないですからね、決勝なんで。まあしゃあないっす。はい、まあまあこれはしょうがない、どんまい。ただまあ3連単とかちょっと違いますよね、多分ね。逃げる増木、2番手は3番諸橋。そうね、3連単だとちょっと難しくなるって感じか。まあ増木勝てばいいんですよ。そうなんですよ、増木が逃げる増木を押し切っています。福永上昇して、まずは3番手、さらに前へと上げています。
前にいました2番の伊藤ジャック。どっちが先行するかって言われたら、これでも1位が行くんか。福永先頭、今度はアウト、1番下が進、6番福永突っ張っていくのかどうか。一旦バックを踏んで、6はまあまくれないでしょう、3がいるからね。ただ1も持たんだろう、これだと。3番東口義人も、6番福永大地が下がって3番手、前手に4番村上が福永さんがどうなんだろう、まくれるのかって感じですけどね。それから7番の坂本、5番竹内が最高峰で、村上は来そうですけどね、この位置だと、ね、ここで前からもう一度ペースアップ。1番下流星の主導権、この2番手3番東口、3番手から先に6番福永踏んでいく。最終周回にコーナーからバック設置、まくる6番福永大地張っていく。3番東口、さらに後方から2番の伊藤がまくり上げますが、セット1番の下流星、やばい、これね、3クール6買ってないんですよ僕。今度は4番村上博之に先頭勝った。6来ない、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 6来ない、オッケー、危ない。岩本の攻め、はい、これは突っ張りですね。合わせていって岩本は狙う形になりました。佐賀さんが突っ張ったので、山崎さんの番手まくりと。岩本さんもね、多分まくりになると思うんで。岩本は5番手で、さあ彼を聞きました。まだ動きはない。徐々にペースアップ。岩本さんもまくり強いですけど、やっぱ山崎さんの番手まくりの方がね、まあ、展開いいですからね。風を切っていきます。逃げ込み体勢に入りました。流れは完全に山崎義人か。あとは7番の岩本俊介のまくり。さあどうでしょう、まだ5番。岩本いけないっぽいな。ためて岩本俊介はまだ5番手。ここから踏み込んでいく。合わせるようにして山崎も踏み込んでいって、佐々木。いや、これはね、多分岩本飛びますかね。よしよし、3号で安くて。先頭は3番の山崎。山崎が粘って粘り込んだ。後に一番坂本をめがけて踏んでいく。あ、しつっぱたぞ。今日は三番松本を出さず、新田さんがいるんでね。六番支払が内を締める体勢。坂本さんは突っ張りますよね。ですが、二番菊池武と踏み上げていって四番手です。三番松本秀之助は動きましたが立ち遅れ。もうこれは多分坂本さんは残りそうにないんで、新田さんが番手まくりになると思うんですよね。そして五番渡辺幸則です。後ろ見てますから、さあ優位に運び続けて、だいぶ余裕があると。縦長です。2番菊池武と4番手でまくり勝負。7番手まくりで一次予選は、さあ威力ある2番菊池武とのまくりは、新田が張ろうとしています。よしよし、よし、これでね、9号でいいっす。新田、そしてその上を2番菊池武と、内は応戦する5番渡辺幸典。まあ大丈夫だろう。菊池、そして渡辺、この3人の。いや、多分押し切るはずなんで、9号で。松本秀之助も追い込んだ。OK、安くていいっす。3着誰でもいい。OK。2着は5番の渡辺幸典。見せた4番野田です。まあ、突っ張り先行になりそうですけどね。これは6番阿部がここはずっとちょっと外に持ち出して牽制ムード。残りは2周というところ。赤番周回に入って6番の阿部が突っ張りました。まあ予想通りですね。これは野田源一は交代です。1番の山田が2番手のまま、5番の塚本3番手、その後が並走となった。そのさ、2と7がやり合ってるのはちょっと無理なんだよ、これ。そこは違うんだよな、なんか。九州ラインの4番手を取り合う格好。さらに後ろで4番の野田が控えています。
そうなんだよね、そこやり合っちゃうとね面白くないんだよね。そうなんだよね。レースは最終ホーム、ラスト1周回を切りました。6番の阿部の本格先行、ぴったりと1番の山田が控えた。3番手には5番の塚本になって、第2コーナーから最終バック。4番手が依然並走態勢で第2コーナーからバックに入っていく。さあ4番の、うわーもうやだこれ、もうなんでそこやり合っちゃうんだよマジでさ、もう面白くないんだよな。さあ1番の山田は絶好番手から最後の、そこやり合っちゃうと面白くないんですよねほんまに。3連勝でゴール。梶間上昇して2番の熱子を抑えていきます。いやこれはもう突っ張るでしょ。誘導をかわして3番中島先頭、2番熱子が一旦2番手に突っ張らん。いやインコースを突っ張っています。いやなんかすごく中途半端な感じだなこれ。今度はアウトを6番佐野が上昇して3番中島が下げました。熱子先頭を打者を迎えます。まあ、常嗣さんが多分これも行くでしょ。飛ばしてくれ。で、5が早めに出ると。いや、ちょっとマジ早く踏んでくれ。後ろ見てる余裕ないだろ、マジで。いや、マジこれ無理じゃん、もう。いや、常嗣さんがちょっとね、踏まないっすね。いや、結構先行すると思ったんですけど。これも無理ですね。7番ストーナオミチ、それから4番遠藤克也、4番手2番の常嗣厳しい。4コーナーいやーマジか、先行しないと5番はもう展開無理ですから。4番の遠藤克也も突っ込んできてゴールインです。後ろ並走が続いています。さて、インマチ1番三谷隆起は引いていきそうだ。2番、そこか。3番、根田先頭で、番手に5番の山が、アートラクション。え5番に4番、1番と、5番の山が、1番三谷、4番、武藤と3名点灯です。出ますね、はい、終わりですね。あの三谷さんがもういないんで終わりですね。2番の恩田純平です。金がいった。それから7番、皆川翔、3番手、6番、佐藤、4番手。ジャンの3コーナーから4コーナーへ。しゃあないっすか。前流して3番根田隆、2番手が2番の恩田純平、それから7番稲川翔、3番手、6番佐藤綾文、4番手。最終周回1コーナーから2コーナーへと向かっています。後ろ見ながら流してかけて3番根田隆がマイペースの主導権。今度は3番手、7番稲川翔をまくり上げ最終バック。稲川が自力で踏んでいく。さあこらえる3番根田、これを強引まくる7番の稲川。7番稲川に先頭が変わっていきますが、後ろ2番の恩田純平直線コース。先頭7番稲川翔、2番の恩田純平追い込んでゴール。